はい、こんにちは。えー、熱帯植物栽培科の杉山です。えー、どうぞよろしくお願いします。 え今回なんですけど、今、これでお盆休みに入って帰省しなきゃいけない何日か、あの、留守にするんですけど、杉山さんどうすればいいですかっていう方々が多い。だから、そんな人たちに向けて、えー、どうしたらいいか、えー、留守の間の植物、どうするのが正解っていうのをしっかりと解説していきたいと思います。まずは、一言言っていい 生き物だから、何とかするしかないよな。何とかするしかないんだ。あのー、もしね、頼める人がいたら頼む。頼む、水やりも <laughs> で、<laughs> それが一番だよな。でも、どうしても家族みんなで行かなきゃいけないんです。3日間行かなきゃいけないです。5日間行かなきゃいけないです。1週間行かなきゃいけないですって。そんないろんな人たちがいます。まず、どうすればいいか。 あのここをしっかりと、えー、伝えていきたいと思います。まずはね、光についてなんですけど、真っ暗にしていきました。戻ってきたら <laughs> おかしなことになってました。うーん、これはね、しょうがない。あの、植物ってさ、やっぱりね、1日2日ぐらいは大丈夫だけど、3日目ぐらいから、あれつって。 光がないぞつって。<laughs> あれどうしたって言っても途中のスイッチが入っちゃうんだよ。ね。あれ3日目ぐらいからだいたい気づくんだよ。あの、どんなバカな植物でもごめんねバカって言って。どんなに鈍い植物でも3日もするとえっ、ー、つって。 光がないなってなっちゃうんですよ。だからこの3日っていうのが結構あのボーダーラインだと思ってもしできればなんだけど、えー、とスマートコンセント使うとかそんなもんなければあの電気つけたまんまでも僕はいいと思う24時間あの光がある環境と24時間光がない環境ではどちらがいいかっていうと僕は24時間光がある方をおすすめします。なので光ってる方がまだいいです。はい次に。 ね、じゃあもうでも光つけていけません電気代がとかいろいろあるからできないからっ,つってでそうなっちゃったらまずはこれだけ絶対やってくださいはいこうやってね、まあ、これ例えばあのガジュマル、ね、伸びてねいやよくなったよなっつっていやよくなったっつっていや大きくなったいやこれがね葉っぱがポロポロ落ちるの嫌なんですって言ったらもうはい切っちゃお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 うはい切っ,う、はい、切ってはい代謝落としましょう。 こうすることで、まず代謝が落ちたから、ええー、って思ったから、だって、しょうがないよね。動いてんだから、植物動いてんだから、やっぱり代謝を落としてあげることで <laughs>、 なん <laughs> とか生き残なら,ななならないとって思うからびっくりしてるからこのびっくりしたねあの最初「いて!」ってなってるかもしれない植物「えおいっつって!」っ,ってなってるかもしれないけどこの間の3日間ぐらいだったら全然耐えれるなのでこうやって切ってあげたり今大げさだったかもしれないけど今度は葉っぱを取ってあげるあの下葉を落としてあげる古い葉っぱだけをこうやって落としてあげてとにかく代謝を落としてあげるっていうことをすることでなんとか耐えれる場合があるこうすることによって土長もね あの、代謝をして、いや、今、伸びる場合じゃなくなった。っていうことで、あの、代謝を落とすことができるから、伸びなくはなる。ね、こういう考え方も一つです。で、まず分かったよね。まず、光については、なるべく光らせたわけでもう、暗い場合は切っちゃう。切っちゃう。切っちゃったり、あの、葉っぱを落としてあげて、代謝を落としてあげる。要は、今まで100の葉っぱがあったものを40%ぐらい。 30%から40%ぐらい葉っぱを落としてあげることによって代謝を落としてあげてとりあえずお前生育するなって生育 <laughs> するなっつって待てっつってでやっちゃおうその次一番は水だよねで水じゃあどうしたらいいかっていうのは僕はこうやってよくねこうやってお皿にしっかりと水を溜めてそこにぼちゃーんとつけてれば大丈夫だよってこれで大丈夫っつってでもこれっていうのは夏場だよね 温度がどうなるかわからないよね。で、そうなって濡れてる。水がね、土がずっと濡れてる。そして乾かないっていうことが起こっちゃったら、代謝が今切っちゃったから。代謝が悪いっていう状況は、これどうなるかっていうと、根腐れを起こす可能性があるんだよ。だからこういう場合はね、できれば、あともう一個あるじゃん。ペットボトルでさ、ペットボトルにこうやって穴を開けて、 で、こうやってなんかさしていれば大丈夫だよって。これもさ、ずっとこうやって水がさ、補給されていくよね。これがいいかっていうと、僕はちょっと、うーん、常に水があるのはなって。じゃあさ、よ、ちょっと強制的に葉っぱを落として、代謝を落とした。弱っちゃったよね。そういう植物の時はやっぱり、これじゃないか。 袋じゃないかしっかりと水をやってこうやって袋に入れてあげてで蜂密閉をしてあげるこうすることによって代謝も落ちてるしこれすることで蒸散も防ぐことができる。 そうすれば、なんとか耐えれると思うんだ。だいたい、み、一週間、うん、一週間ぐらいかな、は耐えれると思う。で、そして、光がある状態で、あの、光がない状態で3日から、まあ、最大で5日ぐらい。1週間はちょっときついぞ。葉っぱ絶対落ちるからな。で、あの、この状態にしてください。で、あと、風はどうしたらいいかっていうと、 一番小さいやつもう弱いやつでいいから少しは動かしておいてやっぱりさムンムンした環境は植物あんま好きじゃねえんだ少しでも風が動いてるっていう環境を作ってあげてほしい僕は植物っていうのはやっぱり留守にすることもあるしねあのー、これ鉢物編だからね吊るしてある美覚下だとか美覚下はねもうね1週間水やらなくてもなんとか耐える耐える。 あの、小さいやつはダメだよ。ある程度根っこが張ってるやつは一週間ぐらいやったらなんとか耐える。でも、葉っぱは落とそっか。葉っぱ2枚ぐらい落としそう、落とそっか。2枚、3枚ぐらい落として、で、耐えろっつって。あ <laughs> とから水たっぷりやっから。 耐えろっつって。<laughs> で、そういうんで、ね、感じでいい。あとはまあ、ラップを巻いてもらってもいいしね。あの、水ごけがあの露出してるやつはラップ巻いてもらってもいいし、貯水用のやつはもうしっかりシャワーで水やって、あとは耐えてくれっつって葉っぱ切って、耐えてくれエアプランツの場合もしっかり水やって、 耐えてくれっつってお前ら耐えてくれっつってでそれでいいよなんとかなる、うん、だから鉢物の場合は特に水切れに心配だからって言って水がたまったところで真夏にやってしまうと根腐れの可能性があるから僕はしっかり水をやって鉢密閉してで上を代謝を落としてあげるこれがこれをやっていただければ多分耐えれるだけどね さすがににに環環境境よよってだよ環境によってであの温度が急激に上がったり下が,、ね、下がったりだとかっていうのがあるからでクーラーをつけていくのがいいかって言われるけどクーラーをつけるのも一つなんだけどやっぱり乾燥してしまうからできればさ スマートコンセントだとかそういういののでででココンンントトトローールできるのが理想ですあの今スマートコンセントも安くなってるから光をオンオフできるだとかそういったのもあるからそういうのも検討していただけるといいと思いますな多分ね2000円3000円ぐらいであの光のオンオフとか風のオンオフとかっていうのをできるやつがありますそういうのをね駆使していただいてあの管理していただければいいかなとあとはねもう本当に心配だったらあの、えっと、動物カメラみたいなさああれを使ってビー って見て見いく <laughs> 現実的ではないかもしれないけど今ね本当にあの僕でもまあそういう防犯カメラとかでもねあの携帯で見れたりっていうのが全然あるんでそれを活用していくのっていうのも全然ありだと思います。なんかいろんなやり方はあると思うので自分なりのやり方ででもあのまとめるよ。 とにかく、えー、暗い環境では代謝を落とすべきそして水を貯めるっていうのは根腐れの夏特に夏場危険性があるから蜂密閉で対応していく、あのー、そういう感じでなんとか頑張ってくださいねお盆これから、あのー、どうしようってあとはね1人ねあのフォロワーさんで見てねああなるほどなと思ったらお風呂場に押し込んでる人がいたこれは賢い。 これちょっと賢いお風呂場に押し込んで水を溜めてた湿度が高い環境でで24時間換気で引っ張ってるんだよね。これもね、一つでなんでかっていうと、あのさえー、っともちろん水はやらなきゃいけなかったりはあるんだけど、えー、っとしっかり水をやってお風呂場でギャーっと水をやってであとは24時間換気を回してあげればで水を溜めてれば湿度の高い環境は保ててるし葉っぱと葉っぱがわさわさしている状況っていうのは湿度を一応保つことができるんだよね。そういうい場合はね何とか 売るることができるんだだからあのもうこれも環境によって変わっちゃうし窓があるなしではやっぱりいい悪いも出てきてしまうからあのあのいろいろ考えよう、うん、考えながらやっていけば絶対に答えは見つかるしでその答えを自分はこうで大丈夫だったよっていうのを共有し合ったらあの多分より良いあのプラスになると思うだからもし経験談でこういう経験談コメント書いてくれればこのコメントは次の世代の,あの不安な人たちへのあの一言になるから是非コメントよろしくお願いします。 私はこういうやり方で耐えたよっていう、ねあのー、特にねでももう2週間とか海外行くっていう人はもう諦めようごめん。 無理だ誰かに預けてもうそういう場合はうんだからそういう風に考えて、まあ、どうしても行かなきゃいけなくなったりした場合はやっぱりあの蜂、ー、蜜っていうのが僕はいいと思う代謝を落として8密閉これだけです、えー、そんな感じで、えー、と今あのやらさせてもらいました明日明日以降はねちょっと,、えー、と取れればあのタンクブロメリアの夏編夏編夏のカニ編をね注意点をちょっとやっていきたいと思いますんでよろしくお願いしますというわけで今日はこの辺で一旦失礼します